次ゲートン防御艦が7日の記者会見で、米軍普天間飛行場、沖縄県議の乱死の防御艦名護市天の巣への移設をめぐり、沖縄町を市知事から批判を浴びた、粛々という表現を使うのを控えた。だが、唯一の解決策が変のするだ、との、のめ、移設続行への方針を重ねて、強調。これに対し、作業中止を求める県からは、こちらの意思表示を無視している、と反発しており、国と県の溝が埋まる気配は、ない。沖縄町市は5日の、杉氏との会談で、移設推進のため杉氏が、用いる、粛々、との、表現について、上から目線、ノンボイ無用の、姿勢、と厳しく批判。これを受け、杉氏は6日の会見で、使いに思われたのなら使うべきではない、と、通院、を宣言した。ただ、杉氏は7日の会見で、関連法令に基づき、自然環境や住民の、安全に配慮しながら進めていくことに、変わりはない、と、粛々、とは違う表現で、移設続行を明言。中山と防衛総も、予定通り現実に、抗議を進めたい、と述べた。こうした政府の姿勢に県幹部は、陰謀無礼で、馬鹿にしている気がする、と怒りをあらわにした。県の不信感の根深さは、沖縄教師が杉氏に面と、向かって、米軍兵士下の、キャラウェイ高等弁務官の、姿と重なり合う、と批判したことに、象徴される。1961-64年に、沖縄統治に当たったキャラウェイ氏は、沖縄の、自治は神話、と発言して、自治権要求を拒絶した人物だ。しかし、杉氏は会見でキャラウェイ氏への、例えを、どういう形、趣旨、で、言われているのかわからない、とからし、中井新広玉江知事による埋め立て、庶民を持ち出して、行政の継続性は、ある、と主張した。沖縄教師は安倍晋三首相との、会談も要請しているが、政府内には、また同じ話を、するのなら会う意味はない、と否定的な声もある。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。